はい、どうも、こんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、結局誰が真犯人なのかっていう、もう、ざってはそうなんだよ。もう誰が真犯人だったんですかっていう、もうとこで、まあ、ガントさんやら、まあ、トモエさんやらが出てきて、まあ、話進めてわけよ。で、まあ、この布切れ、まあ、最後の証拠品だよ。まあ、布切れと、この写真を照らし合わせたわけ。で、布切れだけ見ると、まあ、あかねちゃんが犯人じゃないかと。あかねちゃんが、この、ザイモンさんを突き飛ばして、まあ、殺したんじゃないかというとこに至るんだけど、まあ、この写真を見ると、まあ、血がついていないわけよ。まあ、血がつくわけじゃん。で、血がつくじゃん。血がついた後、切り取られたとするならば、まあ、血がついてるはずじゃん。でも実際、これついてないわけ。じゃあなんでだよっていうところを前回言及して終わった。やっていこうか。彼女が検事を突き飛ばしたのは間違いないでしょう。しかし、この時、ザイモン検事は、剣には刺さらなかったのです。ちょっと待てや、なんだよ、それ。さて、ここでガント局長。あなたにお聞きしましょう。突き飛ばされたザイモン刑事は、剣には刺さらなかった。おそらく床に頭を打ちつけて気絶したんだろう。それならば一体誰なんでしょうか。ホオズキ巴さんが現場に現れるよりも前、気絶したザイモン直人の体を床から持ち上げて鎧の剣に突き刺すことができたのは、またその犯人はホオズキ茜に罪を着せるため、被害者の血で壺に茜の文字を書いた。そしてその壺を割り、手がかりを残しておいた。ホオズキ巴に妹の犯行だと思い込ませるために。覚えていますよね。あなたははっきり認めている。この血のついていない布切れをその手で切り取ったこと、つまりあなたは自らに保険をかけるその行動で自らが犯人であることを完璧に立証したのです。終わったか。終わったか？誰？ああ、かわいそう、なんか。惜しかったよ、なるほどじゃん。もう少しだったのにね。残念だけど、ダメだよ。そうさ、認められないよ。認められない。その抜きでさ、そいつは違法な証拠だ。何を言い出すのですか？違法な証拠を使って断罪することは認められない。覚えてるだろ、張さん。こいつ、この弁護士は一度、あれを隠そうとしたんだ。あったね。あ、現時点でって言ってるからね。確かに一度証拠の提示を拒否しています。その時点でその抜きれは正当な証拠にはならないさ。そんな 残念だったよね。この僕に法廷戦術で勝てると思っていたのかな。これが本当の最後の大逆転ってやつだね。残念ながら、カント氏の主張は法律的には完璧に正しい。いかがですか、満源氏。確かに違法な証拠で容疑者を断罪することはできない。本当にそれが違法ならの話だが。ここで証拠発砲出るよ、これ。どうやらそろそろ今回の作戦の真意を明かす時が来たみたいだな。真意を明かす時が来た。証拠品は違法だった。
これかな。いやでもこれじゃないよな。まあでも違法だったらなって言われたってことはさ、まあ違法じゃないってことでしょ。破られた半分はアガンドシデスタス剣。保管証拠全部使ったからな。証拠発砲使うしかんじゃないこれ。あ、事件との関連性が必要とかじゃないのこれ。関連性を明らかにしただけですみたいなことじゃないの。確かに僕は一度証拠品の提示を拒否しました。ほらね、ほらね、つまりその証拠品は違うんですよガントさん。え、僕はあの時提出しなかったのではない、提出できなかったのです。どういうことですかな、提出できなかった。弁護側にはその根拠を提示する用意があります。そうだ長さん、こんなたわごと聞いちゃダメだ。卑怯な男なんだよ。だからこんな、この法廷最後に残された問題はただ一つ、この証拠品は違法かそうではないか。いや最後の最後にでも巴さんがくれたやつ大活躍だな。僕は提出できなかった。早い、ちょっと待って、見たかったのに。一旦よくわかる証拠法いいもん。どういうことだ。僕も勉強したということですよ局長さん。確かにこいつにはホオズキ赤の指紋が残っていました。しかしその時点ではこれはただの抜き入れに過ぎなかったのです。え、この本にはっきり書いてある証拠法の第二大原則ですよ。何をバカな。その1、警察局の認可のない証拠品の提示は認められない。これは僕自身が発見しました、あなたの金庫から。したがって当然警察局の認可はありません。その2、未登録の証拠の提示には審議中の事件との関連性が必要。そう、ここがポイントでした。布切れと SL95 事件、その2つの関連性を立証するのは不可能だったのです。バカな、そんなそんなたわごと通用するか。そんな関連性なんかこの写真を見れば一発で。残念ですが思い出してください、この写真が提出されたのはいつのことだったでしょうか。確かついさっきのことです。そんなバカな。そう、今朝10時この法廷が改定した時点では確かにその抜きれは昔だったのだ。そこに証拠品という価値を与えてしまったのはガンとカイジさん、あなた自身だったんですよ。ボロ負けじゃん、かっけえな。やっぱこうやって逆転すると。あなたは自分からある事実を認めてしまった。確認します、この抜きれは事件当日あなた自身がその手で。あったね。この時点で関連性が立証できたと。あの瞬間あなた自身が認めたのだ、この抜きれが決定的な証拠品であると。そう、警察局長であるあなた自身が認めたのだ。被害者の胸からこれを切り取ることができたのはザイモンだてかさ、二人一斉してガンドさん殴りかかんのすげえな、ボロボロじゃん。ナオトの死の直前、その目の前に立っていた人物、つまり真犯人です。そしてそれは来た、ガンと返し、あなた以外にはありえないのです。ねやっぱりあいつは片付けておくべきだったかな。
あの出来損ない、ほんとしつこい野郎だったよ。僕の周りを無駄に嗅ぎ回ってさ、2年間も。新しい犯罪は毎日起こっているというのにね。あなたのしたことも立派な犯罪だったのだ。あいつはあくまでも事件を調べ直そうとしたんだ。一ノ谷教官を仲間に引き入れて正しき道をも説得していた。正しき捜査官？そうなんだよ。聞いてくれるなるほどちゃん。申し送りが、お前どんな子やっけ申し送りが終わったらもうチャンスがない。確か俺に協力してくれ。正しきちゃんは断った。当然だよね。でもね、ザイモン京介は諦めなかったんだ。 ID カード盗み出して証拠品を強奪しようとした。あの運命の日、僕の執務室に正しきが来た。遺失物届の書類を持って。なんか嫌な予感がしてさ、彼と保管室に行ったんだけど、彼ね、とんでもないことを言い出しやがったのよ。は、なにこれ。何言い出すのかな、正しきちゃん。もう一度調べさせてもらえないでしょうか、局長。このまま申し送りなんて、やっぱりおかしい。彼、保管庫を開けて証拠品を取り出していったよ。今からでも遅くない。これを財務に渡します。いやー、僕もさ、正直なとこ焦っちゃって。悪い予感はあったけど、これほどまでとはね。その時目に入ったんだ、あの呪われたナイフが。殺しちゃってんじゃん、お前。じゃあもう露骨に。とにかくナイフを傷口から抜くわけにはいかなかった。抜けば出血が激しくなり始末できなくなっていただろう。それでも結構な血が出て、こっちの血の気が引いたよ。誰が入ってくるかわからない。大急ぎで血を拭き取ったけど、床ばっかり気にしてとんでもない見落とししちゃったし。それが糸の子刑事の保管庫に残された手の跡ですか。犯罪のコンピューター、そんな風に呼ばれたもんだけど、誰でもやる方は初心者でしょ。僕も焦っちゃって、ほんと柄にもないことするもんじゃないよね。それで私の車にその死体を。ごめん、他に死体を運び出す方法思いつかなくてさ。トランク壊しちゃったけど別に構わないよね。いっぱいもらってるんだから、刑事君たちと違って。それにしても巴さん巻き込むなんて卑怯じゃないですか。まあ真実が明るみに出て困るのは彼女も一緒だから。保管庫の証拠品もあなたが。悪いとは思ったけどね。選んでる暇もなかったから、持てる限りガッて言ったよ。まあ壺のかけらと手袋が残ってましたけどね。やっぱりさ、犯罪を犯すよりも捜査する方が肌に合うみたいだね、僕も。みんなして僕の邪魔をしてくれちゃってさ、本当に優秀な奴らだよ、憎らしいくらいにね。ねじ曲げられた証拠品には必ずほころびが生まれる。あなたならばそれぐらいご存知だっただろうに。ね、メズレギちゃんさ、君は何のために法廷に立っているんだい。私？君は憎んでいるはずだ、犯罪者を。どうしようもなく。僕にはわかる、君は僕と同じ匂いがするからね。いずれ君にもわかるよ、必ず。たった一人で奴らと戦うためには何が必要なのかをね。まさか蜜剣暗黒ルートあるんか。まさかこれ今後蜜剣闇落ちルート。
じゃあこれでさよならだね、諸君。あ、長さんさ。なんですかの？来週のあの約束、なんかダメになっちゃったね。やはや、ごめんね。誠に残念です、関東海地さん。私は昔のあなたをよく知っています。かつては我々の世代を代表する優秀な捜査官だった。それだけに本当に残念です。昔のことよ。ありがとね、長さん。なーに、大丈夫だって。なるほどちゃんに、水るぎちゃん、このお二人がいればきっとさ。だって今僕にはね、始まりのメロディーが聞こえているんだからさ。潔いな、割と。まあ結論だけどね。あなたに確認しておく点が2つあります。はい。1つ、妹の宝月茜さんは誰も傷つけていない。2つ、関東海地は最初からあなたを裏切っていた。つまり、ともえさん、あなたが沈黙を守る理由はもう何もないんです。ええ、この裁判が終わったら全てお話しします。あの事件でガンとの協力を得て現場を捏造してから、この2年私が何をしてきたか全て。どうやらここに全ての謎は姿を消したようです。すいませんでした、ともえさん。やっぱりあなたを完全に救うことはできなかったみたいです。まあ、完全に最後はね、ともえさんがくれたものが生きてきたからね。思い上がらないことね、新米弁護士さん。はっ、最後笑うんじゃないの、あかん、ともえさんがニコーっつって。さすが綾里と千尋さんが見込んだだけのことがあります。そう、あと3年もすればきっと最高の弁護士になるわ。ほらリンゴじゃん。びっくりした今俺、完璧じゃん、嬉しいわ。本当にどうもありがとう、なるほどくん。ともえさん。そしてみずるぎくん。はっ。この3日間あなたは私と同じ苦しみを味わった。それがどれほどのものか私にはよくわかります。そんな大したことではない。嘘つけ。いつくじけてもおかしくない、そう思っていました。それなのにあなたは最後までなるほど奥を導いてくれました。何この最後の卒業みたいな。卒業する時の担任の先生がクラスの子一人一人に言葉をかける感じ。何これ。よく頑張りましたね先生。卒業証書もらう瞬間、やめていただきたい、当然のことだ。今回の事件を通じて我々は我々自身の在り方を考え直す必要があるようですね、被告人。はい。さすがの容疑に関してあなたは無実です。しかし脅迫されていたとはいえ、あなたはガンと氏と共犯関係にあった。それについては後日改めて審理が必要になるでしょう。ええ、分かっております。何ですかの、その晴れやかなニコニコ顔は。これあれか、前の巴さんに戻ったってことなのかな。あ、リンゴじゃん。久しぶりなんですこの重い鎖から解き放たれたような気分。ああ違う、回想じゃなかった。それではこの法廷もいささか長くなりすぎたようです。本当だよ本当だよ。なんでパート60まで行くと思わなかったよ。最初の殺人に限って今判決を言い渡します。無罪。いいよ、おめでとう、トモエさん、おめでとう、かわいいよ。では本日はこれにて閉店。もう最後じゃん、終わっ、これで終わりなのかな。どうせだったら終わりたいな。まあこの勝負ね、ついに全てが終わった。え、あ、茜ちゃん、
なんでそんな顔をしてるのかな。確かにお姉さんは完全に無実にはならなかったけど、少なくともやってもいない殺人の罪だけは。そうじゃないの。さっき裁判が終わった時。はいはいはい。あ、訓読みだね、確かに。あ、うん、何が嫌なんだろう。前のお姉ちゃんに戻ったって嬉しくないのかな。私だって頑張ったのに。そういうことか。違うんだよ、今いるから後ろに。お姉ちゃん私には何にも言ってくれなかった。スルスルス。もう重い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 、やめろやめろお前。私はピンポイントで来れるの逆に。じゃあまた後で失礼するっす。あ、糸の刑事どうしたんですか。あんたたちちょっとわざとやってないっすか。現職の刑事に使い走りさせた上来てみれば、この現職の刑事だったよなんてちょっと言ってみたっす。またお姉ちゃんのお使いですか。いやー、今度ばかりはちょっと違うっすね。というかルシュー、そう、あんたのお使いっす。私の。あんたのために連れてきてあげたっすよ。出た来た。お姉ちゃん。え、いいんですか。一応トモエさんはまだ拘束中ですけど。みんなには秘密っす。人情味あふれるねお前は本当に。あかね、あなたに一言謝っておこうと思って。いいよ別に、私気にしてないから。2年前のあの時。はあ。アカネちゃんサイズ感おかしいんだよねこれ。生まれて初めて私は何も考えることができなかった。叫び出しそうな気持ちを必死で抑えて、ただ一つだけ、あなたを巻き込みたくない、それだけ頭を駆け巡った。お姉ちゃん。そしてガントの力を借りて真実を隠し通したの。それがあなたのためだ、ずっとそう思っていたわ。でもそうじゃなかった、私は間違っていたのね。へえ。あの事件が終わって私は変わったわ。そうだね、性格もね。変わらなければこの2年間とても耐えられなかったから。あなたが悲しんでいるのもよく知っていたわ。でもそんなあなたに私は向かい合うことができなかった。だって私は怖かったの。そのポーズやめろよ。情緒がわかんねえよお前の。あなたのその目を見るのが、あなたに真実を知られるのが怖かった。その顔は合ってねえよ。その顔とポーズは合ってねえよ今の感情に。でもお姉ちゃんは私のために。違うわ。え、私はあの時あなたの気持ちに目をつぶっただけ。真実を隠すことはあなたを欺くだけだったのに。お姉ちゃん、ほんとバカみたい。今になってやっと気づいた。あかね、ごめんなさいね。お願いお姉ちゃん、謝らないで。だって私嬉しいから。はっ。お姉ちゃんはやっぱり私がよく知っているお姉ちゃんだったよ。私信じていたから、いつか必ず。なんか久々にこの顔見た気がすんな。気のせいかな。帰ってきてくれるって。お、来たね。また来たね。いい笑顔すんね。お、いいカットくんじゃないこれ。はい。はい、完璧。過去を変えることはできない。そして過ちは償わなければならない。ではなぜ償わなければならないのか。それはきっと、
その先にまだ道が続いているから、過去を断ち切って今度こそ前を見て歩いていくために。二人を見ていて僕はそんなことを思った。何だその感想文、やめろよ。なるほど、おくん、糸の子くん。はい。本当にありがとう。またいつかどこかで、きっとまた会えるはずです。そうよね、みつるぎくん。え、みつるぎ。そんなところに隠れてないで出ていらっしゃいな。どこに隠れていたんだよ。一言だけどうしてもお祝いを申し上げたかった。おめでとうございます。わざわざありがとう。ありがとうございました、みつるぎけんじさん。では、その…失礼する。かわいいな。今回の事件、気に病む必要はないわ、みつるぎくん。はっ。間違っていたのは私たち、あなたじゃないわ。泣くよ、みつるぎお前。もう遅い。はっ。誰が何と言おうと、私は知ってしまったのだ。私自身が犯した過ち、それは変えることはできない。鶴木源氏さん。それに私は恐ろしいのだ。局長の言ったあの言葉、あ、自分と似ているってこと？これずるいよな、よくあるよね、なんかね。何かしら、まあ映画なりアニメでもさ、なんか最後捕まる間際にさ、君は僕に似ているんだよ、つって消えていくパターンあるよな、よく。それで主人公病んじゃうっていう。俺はあいつ似てるのか。数年後闇落ちすんだよな。闇落ちして、その一言ずるいよな。だいたい闇落ちするもん、だいたい。確かに私は犯罪者を憎んでいる。この生涯をかけて彼らと戦うつもりでいた。たった一人で犯罪と戦うには武器が必要。恐ろしいことだが、かねてから私も同じことを考えていた。そうだったのか。もしかしたらいつかこの私も同じことを。そう考えると、このまま検事を続けられるはずがない。あ、みつるぎくん、なぜわからないのかしら。ガンとカイジも、あなたの師匠、カリマ・ゴーも。はっ。二人とも尊敬すべき、本当に素晴らしい戦士だったわ。でも、彼らは、ある一点で間違っていたのよ。え？たった一人で犯罪と戦うには武器が必要。確かにそうかもしれないわね。でも、よく思い出して。仲間ですよ、ミスルギ君。あなたは一人じゃない。はあ。今回の法廷だってそう。あなたと、なるほど君。二人がいて初めて成立した証拠があるじゃない。そうだったでしょ、なるほど君。はあ。はい。いきなり言われても。なるほどさん、剣健二さんに見せてあげましょうよ。え？剣と僕。一人では見つけることができなかった証拠とは。え、そんな思い出の証拠ある？そんなあるか。あ、もうなんかくれたよな。でもこれくれたの水着じゃなかったっけ。できなかった証拠とは。証拠と、これ外したくね。これ外したら恥ずかしいんだけど。違うでしょ。やっぱこれ指紋検査キットじゃないの。あ、これかな。一人では見つけることができなかったって、これじゃない。二人で見つけた証拠ってことだったら、これが一番近いんじゃないかな。指紋検査キットが一番効果あった気がするけど。指紋検査キットが結局一番協力して
ねえ、できた一番大事なやつだと思うけど、これじゃないの？あ、違う。あ、合ってるかな。私が描いた絵、すべての反撃はここから始まった。お前が持っていたリストと僕が見つけたリストそんな偶然があるんだな。どちらが欠けてもこの絵は完成しなかったよ。それはきっと偶然ではないわ、ミスリギ君。ああ、泣きそう。そろそろ時間だ、剣賢治さん。それでは私は失礼しよう。後片付けが残っているのでね。ほおずき石鹸師、それではお元気で。剣、これからどうするんだ。分かっているよな、今回のこの事件。賢治としてのお前自身を生かすのも殺すのも、決められるのはお前しかいないんだ。ああ、分かっているさ。おお最後にこの顔やめろって、もったいねえわ。やっぱ最後だからこそかな。見せて欲しかったわ。でも正直本音は。最後にあの顔見たいなって正直思ってた。君にも礼を言うよ。なるほど。あとは、私自身の問題だ。みつるぎ、法廷で待っているぞ。笑って最後。失礼する。笑ってよ、最後ぐらい。それじゃあ、私もそろそろ行かないと。うん。話し合いに行くから。お互いもっともっと勉強しなくちゃね。じゃあ、これ。お、あなたにプレゼントよ。ちょっとの、持ってたんすか、お姉ちゃん。買って取っておいたのかな、まさか。はあ、私が初めて買った本なの。よく読んでおきなさい。ありがとう、お姉ちゃん。ってことは、お姉ちゃんも昔はってことなのかな。幼き頃はさ、科学捜査官に憧れてたのかな。こうして一つの事件は幕を閉じた。しかし、僕は信じている。いい家だったよな、これな。あかねちゃんとともえさん。二人の物語はきっと、これからまた始まるんだろう。そして僕も僕自身の再会の物語に向けて。あ、これ終わりくさい、終わりくさいな。だいぶ、あー、遠ざかってく。明日から新しい気持ちでまた歩き出そう。あ、歩き出す前にちょっといいっすか。なんですか、糸の刑事。あんたも分かってると思うっすが、大月智恵石鹸寺はまだ拘束中っす。だから言ったじゃないですか、大丈夫なんですかって。大丈夫なわけないっす。え？30分だけ見て見ぬふりをしてくれと、監視たちにたんまり金を握らせたっす。ええ？さすが賢治さん、気なことしますよね。いや、そういうことで、そっちの支払いの方よろしく頼むっす。ええ？自分の給料じゃとても無理っすからね、あんな大金。本当にどうもありがとう、なるほどさん。どうやらもう一度だけ叫んでおいた方がいいみたいだな。せっかくだからみんなで言っとくっすか。あ、それいい考えですね。なんだ、ね、意義あり。皆さんご一緒に。終わった終わった。あ、違う。お金はアメリカの中検視官ですから、いい刺激になると思います。今回の事件で私も検事局を離れることになるでしょう。でもまた違う立場で必ず現場に戻ってきます。今度は一緒に事件を追いたいですね。あ、そういう感じなんだ、逆転裁判って。なんか一人一人でメッセージ聞けるみたいな。どうしようまとめやろうかなと思ったんだけどな、毎回毎回やってくから。
デザインでその塗るって感じ入ってるのずるいな。記事はどうなることかと思ったっすが、我々今回は違法操作のお届かめはなしということで。てか時間やばいかもな、長いかも。なったとか。ノコギリ、これからも一匹のケージを貫くっす。いやでもなんかね、まあ、限られた時間で差って言うなら、なんだろうな。さすがに有名なだけあってさ、普通におもろかった。正直。やっぱさ、こういうさ、なんて言うんだろう。言ったらさ、その、セリフがあってさ、それを読むだけじゃん。読むだけ、見るだけじゃん。基本的に。ゲーム上はさ。お前はいいやな、お前は。ゲーム上さ、やってる側からしたらさ、言ったら、まあ、紙芝居見てるだけじゃん。極論ね。紙芝居をさ、見てもセリフがあるだけじゃん。でそんなゲームだからさ、まあ、その 3D ゲームと比べたらさ、まあ、面白さ落ちちゃうじゃん、やっぱり。でもさ、なんか普通にやってて、飽きなかった。別にさ、めちゃくちゃ頭使うシーンもなかったからさ、まあ、歯ごたえがあったかって言われたらさ、あ、太陽くんだ。バイバイってやってんね、今思えば。まあ結構簡単だからなったからさ、まあ歯応えもまあ、まああるかないかと言われたらさ、まあない方じゃん、やっぱり。あ、タイフくん？それでもこんだけなんか飽きずに続けられて、しかも最終的な感想面白いってことはさ、やっぱゲームのクオリティがさ、いいんだわ。やっぱね、有名になるというかさ、みんなに好かれるだけあるわ、本当に。やっぱキャラも個性的でさ、まあ個性的な分やる方としてはさ、そう、まあ声を考える方としては大変だったんだけど、やっぱ、ってどこかな、一回も飽きなかったもんね。一回も飽きなかったし、なんならもう2、3とやっちゃおうかなと思ってるぐらい、なんか、やってておもろかったし、ちょっと思うよね。あ、弁護士ってこんな感じなのかなって。おそらくこんな感じじゃないけどさ。あ、弁護士ってこんな感じなのかなって。あ、なるほど、弁当だって。苦い敗北の味。甘い勝利の味。いいね。そう、なんか、プレイ時間だったら結構長いわけよ、言っても。第1章か、第6章かな。パート60にして、まあ、単純に動画の本数だけで考えたら、何分だ ?1200 分。だいたい平均20分から25でやってるから、俺。何歩道くんって、お前。それがさ、1200分か。1200分やってんだよ。1200分やったけどさ、2、30時間か、だから。全然ね、あ、何を、初めて見た、お前、椅子の裏。ちなみに俺のお気に入りのがどこだったかっていうと、見たいな、あれで見たいんだけど、覚えてる範囲だと、どこだかな、一番印象的だったのは、なんかね、最後の2つの章は結構重たかったからさ。何これ、え、あゆちゃん、なるほど、くんの意義あり。でもまあダメなんです。霊媒師として一人前になるまで。まゆ様、修行が始まりますよ。今行くよ。じゃあ私も頑張るから、またね、なるほどくん。あ、またね、なるほどくんってこと、これなるほどが巡ってんの、まさか自分の。そういうわけじゃないよな、別に。いや、まあ。あ、どれだろうな、今パッてやってるけど、お姉ちゃんが死んだ事件か、お姉ちゃんが、最後の2つの章、だから、ミツルギが容疑かけられたりとかさ、あと今回やった最後のやつ、あれは、あれはちょっと重いからさ、あんまり、なんか、好きかって言われたら別にそんな好きじゃないんだけど、
あれ、みつるぎくん、このホテルボーイが出てきた、あの、まあ、お姉ちゃん殺害事件か、やっぱり殿様かなって、やっぱ印象的だったのはね。あと、何があったっけ、あと一個なんだろう。あれ、あと一個何の事件だったっけな。あ、あの駅じゃん。あれだ。まよいちゃんが、あ、まよいちゃんが旅立った駅じゃん、これ。頑張ります。あれだわ、カルマケンジだわ。でもお姉ちゃんに会える気がするから。そっか、離れ離れになっちゃうのか。え？ちょっとまさか、お姉ちゃんの写真あんのこれ。あれ？うわー、これ、あちー。見せて見せて。かわいい。何これ、壁紙にしよう。え、壁紙にしよう、これかわいい。若かりし頃かな。カプコンさんありがとうございます。とかさ、一番驚きだったのがさ、逆転裁判1の時点でこのクオリティだったの。なんか結構前じゃん、逆転裁判1って。まあ、もちろんグラフィックとかは多分さ、当時なんだろう、 DS かなで出てたろか、あれだけどさ、いや、1でこれってすごくない？俺、2、3楽しみなんだけど。ね、思わない？なんか、2、3楽しみなんだけど、だいぶ。まあ、そんなすぐやるかはわかんないけど、とりあえず、まあ今後もね、やるとは思う。何かしら、動画で。まあ、とりあえず今回はね、逆転裁判1のね、ゲーム実況やってきて、まあ結論としてはね、やっぱおもろいゲームだったなと。やっぱ人気になるだけあるなという感じで、かな。はい。まあキャラも好きな、あ、一番好きなキャラ決めようか。一番好きなキャラはね、いやー、でも、こうつき、やっぱ結局なるほどなんだよな。いや、結局なる、いやー、でも、みつるぎのあの顔もやっぱな、カバー上げたからな。いや、結局誰が好きだった俺。やっぱ自分の声の演じ方も含めて、迷いちゃんかもしんない。まあ、そのとこでね。逆転裁判、逆転裁判1。実況プレイはね、これで終わろうかなと思うわ。じゃあ、ありがとうございました。